江ノ電の藤沢駅です。小田急百貨店の2階に入っています。 JR 藤沢駅の改札階からペデストリアンデッキで段差なく移動できます。段差がないというのはいいことですね。段差があるとテンション下がりますからね。歩道橋があるのにみんな信号待ちをするのは段差を嫌うからでしょう。当駅は江ノ電15駅の起点となる駅です。終点は鎌倉です。 JR と隣接する小田急の藤沢駅と江ノ電の入る小田急百貨店の間にはバスターミナルがあります。昔は3つの鉄道は隣接しており、地上できれいに平行に並んでいたそうです。しかし南口における広場の確保と渋滞の緩和、防災上の観点から再開発により江ノ電は1974年江ノ電百貨店を建設し、その2階に高架で乗り入れることになりました。ステーションターミナルデパートだったわけですね。江ノ電百貨店は1985年に小田急百貨店に変わりました。私は2010年に小田急百貨店で催された江ノ電全線開通100周年の展示パネルを見に行ったことがあります。藤沢に最初に駅ができたのは関節鉄道、今の JR で1887年、明治20年です。私はまだ生まれていません。東海道の藤沢宿からは1キロほど南にあり、当初は閑散としていました。1902年、明治35年に江ノ電が、1929年に小田急がそれぞれ駅を開設します。江ノ電の開業は人力車組合からの強力な反対を乗り越えてのことでした。その後、市役所の移転や百貨店の開業などにより、いつの間にか藤沢の中心は当駅周辺となりました。江ノ電ショップ、なんかウキウキしますよね。改札に入っています。屋根がチューブ状になっているのが特徴です。全体的に品がありつつも色使いが華やかです。というか可愛い印象です。ターミナル駅ですが一線だけです。ホームは2面あり、降車用と乗車用に分かれます。地平時代は引き込み線が4本あり、小田急の線路と接続し、東急から購入した貨車を搬入したこともあったそうです。今では絶対に無理でしょうね。そもそも線路がつながってませんからね。乗り場はとても広くて余裕があります。当駅の1日の乗車人員は12,000人、江ノ電15駅の中で鎌倉に次いで第2位です。ちなみに JR 藤沢駅は109,000人、小田急藤沢駅は82,000人です。まあそれはそういうもんでしょう。丸い窓が何か水族館か潜水艦の中にいるかのように感じさせますね。潜水艦って窓あるんでしたっけ。線路終端にはドイツ製ローウィー車の車止めが設置されています。1979年、当駅到着の電車が車止めを破って暴走、24人が負傷する事故が発生しました。1979年といえば、私はまだ生まれていません。嘘です。生まれています。鎌倉方面、隣は石神です。いつか江ノ電15駅も全部撮影して、つなぎ合わせて全駅シリーズやりたいですね。ホーム中央の下に0キロポストがあります。江ノ電藤沢駅、コンパクトですがいい駅でした。